3年生。でも今日はそんな気分じゃないんだ。もう受験か。私だってやりたいことあるのに。お母さんはなんでああしなさいこうしなさい勉強しなさいってうるさいんだろう。え、なになに。大丈夫？え？誰？誰って何よ。私たちが地球の子供の権利について話し合っていたところにあなたが勝手に入ってきたんでしょ。会議？子供の権利って何？よくぞ聞いてくれました。お姉さまが丁寧に説明して差し上げましょう。世界にはたくさんの子供たちが様々いるの。その子供たちの権利を守るために作られたのが子供の権利条約。子供たちの権利を守るために作られたのよ。はあ。ただこの権利条約は世界のお約束なの。私たち川崎はもっと地域の社会や暮らしに合った条例を作ろうっていうことで川崎子供の権利条例について見直していたところなのよ。川崎？なんで川崎？なんでって、私たちは宇宙帝国川崎議会だからよ。いや、ここ幸いのんのんのん川崎だ。意味わかんない。市民館の予約はふれあいネットからできますわ。ところでさっき河原で怒っていたみたいですけれど、どうしましたの？うん、今日私が部屋でギター弾いてたらお母さんに勉強しなさいって怒られちゃった。私の言い分なんて全く聞いてくれなくて、それで家を飛び出してきたの。あらら、あなたの話や意見を尊重してくれないなんて子供の権利的になし。私は音楽だけで生きていきたいんだよね。だから勉強もしないし高校も行かない。ギターだけで頑張りたいんだ。子供の意見聞かないなんて親として最低だよ。ちょっと待ちなさい。こっちに来て座りなさい。君こそ母君の意見を受け入れたことはあるのか。住むところ、食べるところ、勉強するところ、全て家族のもとで行っている。それらをしっかり守るのは子供の権利であり、親はしっかり責任を果たしている。母君はなぜ君に勉強しろというのか考えたことはないのか。あんたに何がわかんのよ。子供の意見を丸々受け入れるのが子供の権利ではない。子供も大人も同じように尊重することが大切なんだ。権利という言葉は様々な意味合いがありますが、同じ社会で生きていく中でお互いの意見を話し合って決めていくことは大事なんですの。これは大人同士でも子供同士でも同じですわよね。それと同じことなんですの。そうだ、川崎市の条例には7つの柱があるの。区が7つあるから。たまたまだ。ありのままの自分。これはたまちゃんみたいになりたい自分でいることを大切にしてもらえる権利があるっていうことよ。私ギターで歌を思いっきり歌いたい。そしていろんな人を歌で元気にしていきたいの。たまちゃんは歌が好きなのね。子供には自分のやりたいことを決める権利があるわ。お母さんに一度自分の気持ちを伝えてみたらどうかしら。川崎では年に一度子どもの権利の日のイベントを行っているの。ここでは子どもが楽しそうに歌やダンスを披露したり、工作やミニプレイパークで遊ぶこともできるのよ。たまちゃんもここに参加してみたらどうかしら。わあ、とっても楽しそう。でも家で練習するとお母さんにうるさいって怒られるから、安心して練習できる場所があればいいんだけどな。お母様と話すのもいいですけれど、その問題子ども会議に出してみるのはいかがでしょうか。子ども会議？さっきから子ども子どもって言うけど、私もう中学3年生だよ。子どもじゃないよ。18歳未満の子はみんな子供っていう定義なんだよ。
中学生や高校生もみんな子供として大切に守られて、大人に対してしっかり意見を言う権利があるんだ。この子ども会議はね、子どもたちが自由に意見を出して、自分たちでしっかりまとめて、大人たちに対してしっかりと意見を言う場なんだよ。この子ども会議の結果は市長さんをはじめ川崎市全体で大切な意見として扱われるんだ。子ども夢パークでやってるんだね。うん。でもギターを思いっきり弾きたいなんていう意見通るかな。安心して過ごせる場所を作っていくのも大切な権利だ。そうなんだ。で、あれ？みんなと同じ服着てる。たまちゃん、あなたの歌いたい気持ち、お母さんに伝えてみてはどう？うん。私、お母さんに伝えたいことを言ってみる。そして、お母さんが何を言いたいのか聞いてみるね。で、お母さん？たま探したわ。最近喧嘩ばかりになってしまって、タマの言いたいことを最後まで聞いてあげられなくてごめんなさい。将来苦労してほしくなくて、アドバイスのつもりで私の気持ちを押し付けてしまっていたと思うわ。宇宙帝国川崎としてタマちゃんの気持ちを聞いてほしいってクラさんに頼まれたの。私、歌いたい。この楽しい気持ちを誰かに思いっきり伝えたい。やりましょう。たまたま玉が結んだ願いを込めて玉結び。玉が太陽さんさん、目と目笑ってグッドモーニング、元気もりもり朝ごはん、大きな声で言ってきます。ではみんな、川崎の子どもたちから大人へのメッセージで、まずは地域の中で大人が幸せでいてほしいというのがある。母親も疲れる仕事だ。たまには紅茶でも飲んでゆっくりと時間を使ってみるのもどうかな。何？夕食の準備がまだ残っている？大丈夫、この私が代わりにやってあげよう。抜けるガタンゴトン、いつか運転できるかな。
が結んだ願いを込めて玉結び。